1962年式、ホンダ CB77 スーパーホークの 305cc 並列に気筒エンジン。水平分割型クランクケースを採用し、エンジンとギアボックスの完全な一体化を実現している。1923年式、BMW R32 の水平対向に、気筒エンジンと縦置き一体式ギアボックス内蔵式ギアボックスとは、 オートバイのトランスミッションの形態の一つであり、オートバイ用エンジンと一体化したギアボックスを持つものを指す。一体式ギアボックスとも呼ばれる。内蔵式ギアボックスは、クランクケースと筐体を一体化してエンジンを潤滑するエンジンオイルで変速機構も潤滑する場合が多い。モトグッズや BMW などの縦置きエンジン搭載車種に用いられるギアボックスは、 クランクケースと一体化されていないが、一体式ギアボックスとして、包括的に扱われることもある。内蔵式ギアボックスは、筐体構造が一体化していることで、車体への搭載が容易で、フレーム構造を紙で、軽量な構造とすることができ、フレーム形式によっては、エンジンユニット自体を強度部材の一部として利用して、さらに軽量化が可能になる。 クランクシャウトとインプットシャフトを結ぶ一時伝達の短縮が可能でエンジンユニットの軽量化と駆動伝達の高効率化ができる。エンジンとギアボックスの潤滑を共有化することは内部に隔壁のないカニで軽量な筐体構造とできる。一方でエンジンとギアボックスを一種類のオイルで潤滑するためオイルにはエンジンオイルとしての機能とギアオイルとしての機能が求められる。 エンジンからトランスミッションを分離することができない構造によりトランスミッション単体での分解整備ができないほかギアボックス全体を他の車種から流用してギア比の構成を変更するといった方法が取れない一時伝達にチェーンを利用する方式ではプライマリーチェーンを同時に潤滑することができるがこの場合はチェーンの寿命を伸ばすことができる一方 ケースを分解せずに針を調整することが難しくなる。1954年式、ヤマハヤ -12 ストロークエンジン搭載車で、内蔵式ギアボックスではあるがエンジンとは、潤滑系が独立している2ストロークガソリンエンジンは、混合儀を、クランクケースで一時圧縮する構造を持ち、クランクケースは完全な機密性が保たれる必要がある。 エンジンは2ストロークオイルを燃料に混入して、気化させた状態で潤滑される。したがって、内蔵式ギアボックスを採用しているエンジンでも、エンジンとギアボックスの潤滑系は分離されていて、2ストロークエンジンの内蔵式ギアボックスには、分割式ギアボックスと同様に、ギアオイルを使用する必要がある。1921年製、ABC モーターサイクル水平対抗に、 気筒エンジンと内蔵式ギアボックス EN、ビースサバンタム D1-2 ストローク125、CC エンジンと内蔵式ギアボックス EN、トライアンフ・ボンヌビルの T120 エンジンと内蔵式、ギアボックスホンダスーパーカブのエンジン。典型的な垂直分割型クランクケースを採用している。最初に登場した内蔵式ギアボックスは分離式ギアボックスと同様に、 クランクシャフトからインプットシャフトへの駆動伝達にプライマリーチェーンを用いた構造となっている。1908年に EN ・アルフレッド・アンガス・スコットが EN ・ザ・スコット・モーター・サイクル・カンパニーを創業。1911年、シンガーが 299cc と 535cc のオートバイを発売した。 1914年、ABC モーターサイクルが EN グランビルブラッドショーの設計した、ソッピース航空機用の水平対向に気筒エンジンのオートバイを発売した。1921年、イタリアのビアンキモーターサイクルが 600cc サイドバルブ V 型に気筒エンジンのオートバイを発売した。1923年、 ローバーは 250cc のオートバイを発売。翌1924年には 350cc モデルも登場するが、1925年には生産終了となってしまう。1923年、トライアンフは当時としては、先進的な三速トランスミッションを内蔵式とした 346cc、短気筒サイドバルブのモデル LS を発売する。しかし、 販売数は伸び悩み、1925年には製造を終えた。1923年、ドイツの BMW は 498cc の水平対向に軌道に縦置き一体型ギアボックスとシャフトドライブを採用した EN-BMW-R32 を発売する。1924年、 ベルギーのファブリックナショナルは1922年に発売していた単気筒エンジン搭載の FN285TT の分離式ギアボックスをベースにエンジンとギアボックスをチェーンドライブではなくギア駆動としたものの生産をやめ内蔵式ギアボックスに移行した1928年ビースサワニストローク単気筒 175CC エンジンに内蔵式ギアボックスを組み合わせた オートバイ、モデル A30 から1、A30 から2を発売したが、このオートバイは1年で、生産終了となった。1930年、トライアンフは、モデル X という 175cc に、ストローク単気筒2足 MT のオートバイを発売し、トライアンフとして、初めて完全一体型ギアボックスを採用した。1932年、 ニュー・インペリアル・モーターズは、モデル23ユニットマイナー150と、モデル30ユニットスーパー250という、内蔵ギアボックスを採用したオートバイを発売し、同社のオートバイには、1938年に、事業を撤退するまで内蔵ギアボックスは採用された。1938年、EN ・フランシス・バーネットは 125cc エンジンに、 内蔵式ギアボックスを採用したフランシス・バーネット・スナイプを発売した。1946年、ヴィンセント・モーター・サイクルは EN ・ヴィンセント・ラピデザリーズ B において内蔵式ギアボックスを採用した。1947年、サンビームはサンビーム S7 においてオフ直列に気筒立て置きエンジンに内蔵式ギアボックスを採用した。1957年、 トライアンフは EN エドワード・ターナーの設計による内蔵式ギアボックス採用の並列に機動エンジン搭載車 EN トライアンフ21を発売した。今日でもハーレーはビッグツイン系列は分離式ギアボックスス、スポーツスター系列は内蔵式ギアボックスを採用している。1958年アリエルはアリエルリーダーに内蔵式ギアボックスを採用した。 1975年、日本の川崎重工業が、川崎 W1 の生産を終了したことで、日本のオートバイから、分離式ギアボックスの車種はなくなり、内蔵式ギアボックスの車種だけとなった。ありがとうございます。